最近のご飯でね、何かな、お腹の中の腸内環境を良くする、腸内細菌を増やす、だからプレバイオティクスのとプロバイオティクス、プレバイオティクスのいうのは腸内細菌の餌で、腸内細菌もたっぷり入ってると、非常にいいですね、このご飯。免疫力も上がってくるしね。それからあとこれ腎臓病の、早期の腎臓病だから7歳児の子は食べてもいい、これはどの年齢でも、子供じゃなかったら食べていい。それからあとはここ書いてきますけど、消化器ケアの何これ、これはまあどの年齢でもいいですわ、はい、うん、だから全部いいですね、どの年齢でもいいですね、はい、それからメタボリックス、これ は, 太郎だ、ねうん、これはまあちょっと太ってる子用に、そう、はい、それからこれ、これあの、これアレルギーの子、うちなんか最近あの子小太郎ね、うん、あ小太郎か、食べなきゃ他の子でいいんだけど、もう多分そうですね、これは何でも両方ともアミノペプチド、アレルギー、まあ、小太郎と書いてくださいね、そういう子たちにね、まあこれはだから、まあ変えるか分かりますね、はい、太った子とか、これはお腹の壊した子とか、はい、そういうのだけど、別に元気な子だったら全どれ食べても全然大丈夫ですから、はい、この缶詰は何、あこれも腎臓病の早期アシストだから、そう、あの年齢のいってる子には全然いいですね、はい、どれもね、こんだけちょっと袋に入れて出してきますから使ってあってください、はい、ありがとうございます。でももしさ、これは食べるけどこれは食べんとかっていうのがもし分かればメモっといて、今度教えてもらえると嬉しいですね。あそうですね、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。点滴したから 0.4